はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、ちょっと久しぶりにフィッシング詐欺の注意喚起になります。メルカリを名乗るフィッシング詐欺、これにね気をつけてください。で、いろんな詐欺あるよね。ヤマトとか佐川とかさ、いろんなのあるじゃん。Google にしてもヤフオクにしても、もういろんなフィッシング詐欺があるんで、まあ、フィッシング関係の詐欺を一個一個扱ってると、もう毎日何件もやらなきゃならないので、どんどん誕生してるんでね、まあ、キリがないんで、おじいのチャンネルではフィッシング詐欺のやつはあんまり取り上げないんだけども、最近ね。でも、これは結構メルカリってみんな結構使うよね、これね。だこれはね、みんなひょっとしたら騙されるんじゃないかなと思ったので、おじいが今回は取り上げました。で、これなんでかっていうと、やっぱりね、うっかり本当かなと思ってクリックしちゃうんだよ、これって。おじいもね、クリックしたんだよ、これね。どういうことかっていうと、元気なおじいは Gmail をね、メインで使っているので、この受信トレイの他に迷惑メールっていうのがあって、で、Google 様がスパム扱いにしたところに今回のやつは入っていました。で、しかもこのメールアドレスは、おじいはメルカリを登録していないアドレスです。YouTube のそっちで、パーンって公開してらしたんで、そんなものでメルカリを契約してるわけ。メルカリはメルカリで別のやつやってるんで、だから分けてるんだよね、おじい、いろんなものね。なので、絶対に来るわけがないメールアドレスのところに、メルカリから3000円分ポイントがもらえるとか来たから、ああ、これ、フィッシングなんだな、と思ってね。で、これがね、昨日来たんだね、これね。それで、内容がメルカリ3000円分ポイント必ずもらえるっていうことで、で、ここの送信アドレスもね、怪しい。ね。で、このメールがね、まあ、告示してる。まあ、これ、元気なおじいが迷惑メールに振り分けたのと似てるよっていうことで振り分けられたんで、Google 様が皆様の報告によって自動的に分けたものではないんです。だからおじいが過去にいろんな迷惑メール、これも迷惑、迷惑、迷惑って、ね、振り分けてないと、これも振り分けられなかった可能性が高いということです、これね。で、メルカリで過去に500円分とかね、その、解約して半年ぐらい放置してると、復活しませんかってポイントあげますよみたいな、そういう釣りが来て、で、復活して、ね、いろいろ買い物したとかっていうのを確か2回ぐらいあるんだけども、それにしては金額が大きいよなっていうね、おやつで。で、これが自分で振り分けたんで、この登録していないし、来るわけないし、でもこれって新規のご案内なのかなとも思うし、いや、これは本物なのかな、偽物なのかな、でも偽物に限ってるんだけども、でもひょっとしたらどうなってるんだなと思ってね。で、内容を確認することにしました、これね。で、そうすると拾ったメールアドレスね、これ会員 ID メールアドレスってあるんだけど、登録していないそのやつなんで、ああ、もうこれフィッシング詐欺だなってすぐ分かるんだね。ここにこうやって来たんだけど、これがおじいの場合で言ったら YouTube とかいろんなところでほら、メールアドレス、iVideo のやつとか、YouTube のね、メールで、ここでしょ、ここに連絡してとかっていうのを拾ったアドレスなんで、これバラマキ用のやつなんで、そのメールアドレスになってるので、こういうものでガチ本屋登録するまではおじいありえないんだよね。別のとこなんで、で、すぐに3000円分のポイントを受け取れますよということで、こうやってあるんだね、これがね。で、後ろにぐる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 ってのがあるし、ね。www のメール、ね、これ、メルカリってこれ読めんのかな、これね。メルカリコムの JP の3000JPY のっていうね。なんか、ここだけ見ると、なんか、いかにもっていう感じするんだけどね。で、これをクリックすると、どうなるかっていうと、試しにクリックすると、まあ、これは全部こう長くこうなってるんだけど、こうなるんだよ。クリック先はこうなります。で、本物だったら、おじいのやつは記憶してるんで、ブラウザで開くと記憶してるので、本物のやつのアドレスだと、ここ、自動的に
パッて出てきてね、ブラウザで記憶しようから、あのログインできるんだね、ポンして。で、これをまたもう一回やり直しっていうのは、あのもうブラウザに登録していない、ね、あの場所ってことなんだね。で、じゃあメールアドレスにログインするとこどうなるのかなってね、ここになるんだね。で、通常だったら皆さんが、あ、また入り直しか、めんどくさいなっていうことで、ここにメールアドレスとパスワードを入れちゃうよね、メルカリのログインの。で、これをやってしまったら、悪いやつに、このメルカリのメールアドレスと、登録したメールアドレスとパスワードを教えてしまうことになるんです。これが。そういうことなんです。で、ログインできれば、どういうことができるかっていうと、落札の詐欺もあれば、あの詐欺まがいのものの出品とかね、あのインチキモンとかね、だいろんなあのステータスを全部変更することができちゃうでしょ。受け取りのやつとかいろんなもので、ね、そういうものにこう乗っ取られて犯罪に使われてしまう可能性が高いということです。なのでここを入れたらもう最後ね、あのお家の鍵を渡すのと同じね、あの銀行のキャッシュカード印鑑通帳をまとめて渡すのと同じ、ここのメールアドレスとパスワードを入れたらもうそこではい全て自由にしてもいいですよってね、犯罪者の方に提供してあげるのと全く同じことになりますね。ここ入れたらどうなるの、それやらないよこれを入れたらどうなるバカじゃんとなるからね。でネタでやってたのでね、ここから先はすいません、ね、でこういうのが結局多いんだけども共通点があります。そうなんです、騙される方の共通点なんですね。どういう人がフィッシング詐欺に騙されて財産を奪われるのかっていうと、欲の深い人です。ごつくばりね、うちの味がよく言ってたんだよ、あのお袋に言ってたんだよ、あのいろんな霊感商法みたいなへんてこりんなね、あれくれるからこれくれるからで、ね、いろんな高いもん買わされてきてね、ほんと一時は離婚問題まで発展してたよ、ほんとあの全部押し入れに隠して健康食品とか、あの健康器具とか、あの羽毛布団みたいなのとか全部内緒で、であのこれは体にいいからってなんかね安かったからって買ってきたんで、それは台所にあったんだけども、いろんなものを隠してやって、何でバレたんだかな、なんか歯磨きかな、なんかな、なんかの表紙の中でバレた、大喧嘩してたんだよ本当ね。でその頃におじい仕事しないでブラブラしてたんで10代で、であのね こんな100万ね借金がまだあのこのうち大工さんにお金持ち逃げされて、おふくろが騙されて持ち逃げされてて、で本当あのうち完成してないのにお金持ち逃げされて、親父に言わないであのお金銀行から借りたお金をねプールしてたお金を渡しちゃって、でそっから大変なんだよね、このうちを手放すかどうするか、本当すごい選択になって、でさらに二重の借金を重ねてなんとか完成させるっていうね、このうち二重にお金かかってるんだ高く。でそういうおくら結構騙せらしいから、いろんな人に騙されてね、いろんなものももう本当ね、あの死んだ後もいろいろ出てきたけれども、いろいろよく騙される。でいろんなものを買って、その借金が大変な時にこんなん騙されてきてって言ってね、すごい大喧嘩してた、ね、うちに余裕があるわけでもないのにってね、こ借金どうするんだ、だそれはそうだよね、遅くまでずっといろいろ働いてね、あの安いもなくやってるのに怒るよね、親父としてはね。まあそんなこんなでね、いやあのこれ安いからいいものまでで、いやだからそれがだからお前は欲が深いから騙されるんだってねよく言われてたんだよ、こっち来ないかお前はって本当それをね子供の頃からずっと見ててね、ああ欲が深いと騙されるんだ
だからみんなこういらっしゃいいらっしゃいとかね、青木さん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 とかね言ってね、安いよ安いよって言うと、じっと残り物だとかね、傷んでるとかね、どうせろくでもねえもん、しかも手ねえんだからってね、親父はよく言ったんだよ、どうしてかんならちゃんとしたものかいってね、よく見てかいっつってね、本当にそれが安いのかどうなのか、よく見てかいって、すっげえよく言われたんだよ、親父に。ね、まあそんな感じで、まあこういうものもね、おじいよく言ってんじゃん、いろんな保険にしてもらえる人も、半円脱しか当たるとか、必ずもらえるじゃなくて、当たるとかさ、そういうので、当たる、もらえるって書いてある、当たるで申し込んじゃうとかさ、ね、おじいもこの間、自動車保険更新したんだけども、もう何ヶ月も前からずっと来るんだよね、満期、今だったら旅行が当たるとか、ね、アイスが当たるとか、なんかお買い物機が当たるとかって言うけど、ね、何日前の特典としてって一回も当たったことがないから、もうギリギリまでやらない、バカバカしいから、だから余計に腹が立つんだよ。前もって事前にアクサダイレクトの時はよくもう、ああまあもう2、3月前だからもう更新しとこうってどんどん事前に更新したんだけど、 SBI 損保はすごいそういうのがするのが多いんで、逆に不愉快なんだよね。それに知られてやっても何も当たったこともないし、バカバカしいじゃん、なんか後から思うとアホだったなって思うじゃん。だったら普通に気分よく更新したいので、もうギリギリの数日前になってからやるようにしてる。ほしいね、石部屋ションパね、すごい入って後悔したのは、いろんな生命保険だとかね、あとご家族の皆さんはどうって、ご家族いないのにご家族どうのこのとか、そういう DM がびっくりするほど多いんだよ。すっごいんだよ。で、アクセダイレクト入ってる時は、だっけ、なんだか生命と提携でなんか始めましたっつって、で、その時のなんかご案内が一回来るだけなんだけど、SBI 損保ってものすごく多いんだよ。毎月来る量が。ほんとね、びっくりしちゃってね、いや、やめたいなと思うんだけどもね。ほんと。ただ、他の見積もりと比べるのがなんかめんどくさいっていうか。ね、まあ、そんなわけでね、これ、欲を出すと痛い目に遭うよっていうことなんだよ。だまだこれ3000円分だからね、まあ3000円だったら引っかかる人もいるかなと思ったんで、おじいもこれやるんだけど、これはまだ100円分だなとかとかね、コンビニでコーヒーの引き換えチケットがもらえるとか、せこいないじゃん、200円300円もらえるとかさ、そういうので引っかかるのって、いやもう最低っていうかさ終わりだよね、本当ね。そういうのに知られたらね。今回はメルカリでみんなが多く使うだろうし、で、おじいもよくメルカリのお話を出すじゃん。ね、でしかも僕は3000円になったので、これはちょっと一応注意喚起しとかないと使ってる方も多いだろうなと思ったんで、ね、Xbox のフォルシャの話をするとね、すぐにペローンして、それが落札されて終わって、なんかメルカリ紹介すると、ペンってすぐそれなくなっちゃうんだよね、本当。プロジェクターもそうだったよね。だからまあメルカリは使ってる方が多いので、一応この動画でもね、注意喚起をしようかなと思いました。ね。ほんだけで、フィッシング詐欺にはね、皆さん引っかからないように気をつけてください。あと、欲をかかないこと。とにかく。ね。本物かどうかね、冷静さがなくなっちゃうんだよね。欲っていうのは。本当に怖いよ。欲。ね。その欲がないと、こう欲を出すと、いろんななんか食べもないくだらない欲、なんかほらグリコのおまけの男の子用女の子用があってさ、あれ大したもん入ってないじゃん。でこれは当たりだよねとかっていう言うのわけでも、その大したことないじゃん。本当プラスチックのこんな形になんか黒いくっついた車輪がペンペンってはめ込んで、ね、あ車だ当たりだなんて言ってもさ、当たりじゃないじゃん結局。なのに、なんで当たりが入ってないって分かってるのに、なんか知らないけどグリコのキャラメルずっと買ってたでしょ。キャラメル食べた、もうキャラメルいいよってなってもさ、ね、あれとなんかね、欲が出ちゃうんだね。なんだっけ、仮面ライダーチップスとかさ、なんだっけ、巨人軍のカードが入ってるやつとかね、なんか。ああいうのね、欲出ちゃうんだね。コレクション魂みたいなのもすごく欲が出ちゃうしね。なんか1個
渡ったらなんかもう足めなくなっちゃうみたいな、あるよね、ほんとね。まあ、その中でね、おじいの周り、おじいの場合たまたまね、そんな事情だったんで、ほら、お小遣いもらってなかったんで、ハマることはなかったんだけど、でも一回おばあちゃんからお小遣いもらって、全部ポテトチップに買っちゃったね、ほんとね。500円分全部。まあ、いろいろあるよ。欲を、一生以上に欲を出さなければ、ね、だ同じ欲を出すんだったら、その、仕事の意欲とかね、そういうのをいっぱい出せばいいんだよ、本当に。あ、もう一本動画作ってから寝ようとかね、わあ、でもいいけどもう一本動画作ってから寝ようとか、こういうのだったらあんま騙されることってないじゃん。だから、あれも当たるかも、これも当たるかも、応募したいから、ここでやってるとなんかろくでもないことになるっていう、結局プラスにならない、マイナスの爆弾の可能性が高いんだよね。まあそんな感じでね、皆さん気をつけてください。必要以上に欲を出すと絶対に人生ろくなことがないからね。まあおじいもよくいっぱい学んだんだよ、若い頃からね、ほんとね、うん、ああこんだけしかやらないけどもね。だ、電池の話もするじゃん。電池が1個ボタン電池がないんで、車のやつが切れちゃったんで欲しいんだけど、100円ショップで100円で買えばいいんだけども、100円ショップでなかった場合、あでもヤフオクで買うと安いよね、1個50円で買えるよねってね。で、あ5個セットで、あいくら、あ安いじゃんこっちの方があって、え10個だと、えそんなに安くなるの、えシャジアのすごい安いじゃんって、え100個でまとめて買うと、えもっと安いのなんて言いながらね。でおじいよく50個とか25個とかさ、まとめ買いしちゃうんだよね、ボタン電池ね。で結局100円で済まないんだよ、結局1000円近く出して買うんだけれども、もう 2,3 個使った段階でもうその 2,3 年の期限が切れちゃって使えなくなっちゃうっていうねいっぱいあるよ、まだ。だからね、欲を出すと本当にろくなことがないんだよ、損なんだよすごくね。こっちの方が男ですよつって、だ最近おじいも鮭をねよく買った時もね、3個まとめると1個単品で買うよりもほんの何十円か安くなるんだよ。で3個のまとめたね、1個2個3個ってあるんだけど、3個のやつを買ってきてたんだけども、冷蔵庫がダメになってからすぐダメになっちゃうよね、ああと思ってね。で毎日食べてると飽きるでしょ。だから鮮度がほらどんどん落ちてっちゃうしね、普通にやっておくと。だからね、結局食べたい時に食べたい分だけ鮮度のいいものを買ってっていうのがいいと思うし、果物でも何でもまとめ買いするんだけど、スイカもだからでっかいの1個丸ごと買うともう食べきれなくて最後の方だんだんボケてくるとかね、美味しくなくなってくるじゃん、美味しく食べれないじゃんね。みかんでも何でもさ、たくさん買いすぎたらみんなカビになっちゃったりとかシカシカになったりとか、だから食べたい時に食べたいものだけ買って美味しく食べるのがやっぱ効率がいい話でね。やっぱ欲をかくとろくなことがないんだよ、本当に、ね。だからね、人間ね、欲をかかないで生きていきましょう。それでは必ずねコツ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 とね、幸せの積み重ねになっていきます。はい、そんなわけでね、皆さんも欲を出さなければ騙されにくいのでね。あとは変ないろんなね、もう邪の気持ちがいろいろあると騙されるからね、あんま騙されないで、ほんと ね、まあ、ピヨピヨに騙されないね、これだねピヨピヨに騙されない、ネットの中で見てね、うわーかわいいピヨピヨなんでね、VTuber かなんかでね、ほんと汚ねえ虫さ苦しい1週間ぐらい風呂入ってねえようなね、なんておっさんがね、わー今日も元気みんなーグランツーリスもやるよピヨピヨあんよがしあんよがしってね、こうやってやってるかもしんないからね、わーありがとうわー投げ銭ありがとう何々じゃーなんて、トルコレンジさんありがとうとかってねこういうのにもね、騙されないように気をつけようね、ほんとね、みんなハンドル買って遊ぼうよリアルだよってね、気をつけようね、ほんとねおっこりさん、おーすげえすげえ、おおおお20億だったけども、うん、いやあんまりリアルだったけど、うわーでもこれ乗れる幸せ、おーなんてね乗りたくなっちゃうで、ね、それに乗らなくても
他のやつで楽しめるでしょうってね、どうしてそれが欲しくなっちゃうのってね、それを20億でゲットしないと何かまずいことがあるのっていうね、まあ欲が出ればそういうもんだね。間ってみんな限りは何しても物欲、コレクション欲とか、まあ、いろんな欲があるんだけど、欲をついてくるものだからね、欲をなくせば何でもないんだよ本当に。で、あ、俺何やってたんだろうって思う時が来るよしたらそれを楽しんでる人がいるよってよく言われるけど、本当にその人って楽しいね。さあ今日もお金稼ぎ行くよって言いながら配信してる人はそれがお仕事なんです。いい？時給をもらってたりとか収益になるから、だからやるぞー、さあ今日もね20日ネズミ頑張ろう、みんな応援してねってやるけども、それがなかったらプライベートな配信も何もしないし、ね、お金にも何もなんなかったらその人は時間をプライベートな時間を潰して毎日毎日何時間も20日ネズミやるのかどうなのか。あなたのその知名度、あなたのその人気度があったらもっと別のことをしてお金儲けた方がいいんじゃないの、プライベートであなた本当にそれをそんな楽しんでわーって言いながらやってますってね、やらないと思うよ。他に楽しいものいっぱいあるし他に稼ぎ方いっぱいあるしね、普通に考えてみてこう皆さんね、だそのね、欲の多い人はそう欲が出てることに気がつかないから、だからそういうのも見えてこないんだよ。ああ欲のための配信なんだなっていうのが見えないんだよ。自分と同じ見えちゃうんだよね。え、欲だから、欲に対してやってる人の動画を欲張りの人が見てるから、だから気がつかないんだよ。これで、あれ、ボットン便所、よく自己玉の話するけども、ボットン便所って入った瞬間、臭いじゃん。でも、中に入ると、もうほんの10秒ぐらいすると、もうその臭いの、うわ、くせーってね、もう遠足なんか行ってね、うわ、やべえ、お腹痛くなっちゃった、先生、お腹痛いんだよね、ああ、そこにトイレがあるからね、行ってね、髪がない、ね、はい、これ髪がないとか、これ持ってきなって言ったら、うわ、くせー、でもお腹痛い、うわ、くせー、やだ、こんなとこいるでもお腹痛い、うわー、もう一回、うわー、くせー、あれ匂わなくなってきた。もう慣れたかな。全然大丈夫。あ、臭くない。あ、よかった。何にも臭い。はあ、全然臭くないってね。だからもう これと同じなんだよ。これと同じ。もう臭いところに入って自分が臭くなっちゃうと、もう臭いもん同士だからもう分からなくなってくる。で、ボットベンチャーができてね、ああみんなーってね、おいしいたーって、何臭いー、おらないで、え、何、中に酔う、俺全然酔う、え、何臭いってこう言われるんだよで、まあそんなわけでね、皆さんお気をつけください。はい、そんなわけでね、またね、バイバイ。これをしててね